どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、1994年に木星に落ちた巨大彗星というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。太陽系内には、私たちがよく知っている惑星のような巨大な天体以外にも、無数の小天体が太陽の周囲を公転しています。それらはたまに隕石として他の天体に衝突することがあるんですね。もちろん地球に隕石が落ちることもあるんですが、太陽系の中で最大の惑星である木星は地球の11倍の直径がある上に地球の318倍もの質量を持ち、非常に強力な重力によって周囲の天体を引きつけているので隕石の格好の的となっています。その結果、木星には実に地球の2000から8000倍という頻度で隕石が落ちているそうなんですね。このことから木星は身代わりになって地球を隕石から守ってくれているというふうにも言われることがあります。このように日常的に隕石と衝突している木星ですが、中でも条件が揃うとその衝突を地球からでも観測できることがあります。木星はガス惑星なので地表はないんですが、木星の重力があまりに強すぎるために隕石の衝突直前には地球との衝突時の5倍くらいの速度にまで加速させられて、衝突時に凄まじいエネルギーを放ち、地球からでも観測できるほどの閃光を放つというふうに考えられています。木星への天体衝突イベントで特に大事件となったのは、1994年に衝突したシューメーカレビ第9彗星が挙げられると思います。1994年の7月、木星に21個もの小天体が連続して衝突しました。この天体衝突は地球から見てギリギリ見えない地点で起きたために、衝突地点の直接観測はできなかったんですが、激しい閃光が地球からでも観測できるほど大規模な衝突となっていました。衝突後の木星にはこのような大規模な衝突跡があるのがはっきりと確認できました。跡にはいくつかの構造があるんですが、一番大きな構造を含めるとなんと直径が 12,000km にもなり、地球の直径もだいたいそれぐらいなので、地球がすっぽり入るぐらいの巨大な跡ができたと、それぐらいのエネルギーだったそうなんですね。爆発のエネルギーは地球上にある核兵器を一度に爆発させた際に生じるエネルギーの実に600倍というとてつもないインパクトがあったと言われています。これだけの巨大な跡を残す衝突ということで、それぐらいのエネルギーがあってもおかしくはないですね。ではなぜ21個もの天体が連続して木星に衝突したのでしょうか。実はこれらの小天体は元は一つの天体であったと考えられています。分裂後ですら一つあたりの大きさというのが直径で数百から1キロメートルほどあったというふうに言われているので、分裂前の天体はかなり大きな天体であったということが考えられます。分裂後の天体の軌道から計算すると、元の天体は1994年に木星に衝突する2年前に木星に一度接近していたことが明らかになりました。再接近時には木星表面から約7万キロメートルという木星の半径よりもさらに距離が近いところまで接近していたと考えられています。その際に木星によって砕かれてしまって分裂してしまったというふうに考えられているんですね。木星にも痛々しい跡ができてしまったんですが、シューメーカーレビー第9彗星にとってはこのようにバラバラに砕かれてしまった上にさらに飲み込まれてしまっているというわけなので、宇宙の中はまさに弱肉強食の世界で、大きいものが正義という感じですね。まさに理不尽な結末となっています。はい、そんな感じで今回は1994年に起きた世紀の天体ショーを紹介させていただきました。今後も私たちが生きている間に木星の巨大な天体衝突というのは見られるかもしれないので、それを楽しみにしてみましょう。それでは今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルでは宇宙関係の動画を毎日投稿しているので、興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。宇宙ヤバイチャンネルオリジナルペンダントが好評発売中です。Twitter とブログもやってるので、この動画の概要欄からぜひご覧になってみてください。